関東では5日月曜日に雪の降る可能性がありますね、はい、そうなんですよ、いわゆる南岸低気圧の影響ということになります、うん、はい、こちらまずご覧ください。5日の予想天気図です。この段階で九州のあたりに低気圧が予想されております。この低気圧、翌火曜日にかけてやや発達をしながら本州の南岸付近を通過する、まあ、いわゆる南岸低気圧ということになります、はい、この南岸低気圧、まあ、しばしばですね関東にも大雪をもたらすということになるんですけども、今回も低気圧に向かって寒気が流れ込みまして関東エリア雪の可能性があるんです、はい、でその様子天気変化で見ていきますと、これが5日の12時の予想です、まあ、この段階で、もう内陸部では、まあ、広く雪が降り始めている見込みです。東京都心など南部平野部についても、5日の夕方そして夜と雪の範囲が、ね、徐々に拡大をする可能性があるんですね。で最新のデータを見ますとですね、昨日あるいは一昨日の予測モデルの計算に比べて寒気が強まる傾向になってきております。内陸部ですと積雪、場合によっては大雪の恐れあります。で雪自体はこの後6日の朝にかけて継続をする見込みでして、この辺りでもですね、降ってる時間長くなった場合は平野部でもこれ積雪をしてくる恐れがあるんですよ。でこの5日の日、天気アイコンで関東エリアをご覧いただきますと、もう広く雪のアイコンをつけるようにしました、はい、5日の朝にかけて雪が降って量が多くなった場合、交通機関への影響も想定されます、はい、週明け最新の動向にはどうぞ十分お気をつけください、はい、最新の気象情報はお天気アプリウェザーニュースからもご確認いただけます。